現代の科学でこうでこうでこうだから魂があるとかないとかいうことは一切言えない。現象として見ればある。ものすごく進歩してるでしょ。新しい概念がいくらでも。僕らは通過点における知識しか持ってない。次ですね、ちょっと魂の質問なんですけども、はい、魂はありますか。もしあれば死んだらどうなるのでしょうか。生まれ変わり輪廻転生はありえますかという質問ですね。僕は科学者ですから、はい、科学者としてはどういうふうに答えるかって非常にはっきりしてて、ええ、分からないことは分からないままにしとくっていうのが科学でありますので、うん、今はどっちも言えるんですよ、はい、どっちも言えます。例えば落語であるとか細胞間多細胞の細胞間伝達、うんうん、それから落語の具体的な力がどう働くか、うん、そういうのが分かっていないんだから、もともと現代の科学でこうでこうでこうだから魂があるとかないとかいうことは一切言えない、うん、っていうのは僕の感じですね。現象として見ればあると思います。はい、現象として見れば、うん、理屈はまだ立たないっていう感じ。ただですね、僕はいつもあの紫式部の話を言いますが、はい、紫式部にジェット機が飛んでる姿を見せて、あれは何ですかと聞いたら、紫式部は天狗ですかと聞くはずだと。つまり人間っていうのは現在自分の頭の中にある知識以外のものはないと思ってるんですよ、うん、ね、存在しないと思ってるんですよ、はい、十分に存在するんだけど存在しないと思うのが人間の頭の限界なんですね、うん、ですから現在は死後の魂、死後はもうないよと説明しようと思ったら、現在の知識ですからいくらでも現在の知識で説明できるんですよ。だって先生、脳の細胞の組み合わせで考えが出るんでしょう。その脳の細胞の組み合わせ自身が死によってなくなるんだから考えもなくなるに決まってじゃないですか。つまりそれは紫式部が飛行機を見て天狗ですかっていうのと一緒なんです。だからそれは全然当てにならないし、科学的でもないです。科学的に例えば人が死にましたと、そしたらその体重を測ってみたらですね、何グラムか軽くなるとはいはい、いうなんか話を聞いたりとかしますけども、はい、そうですね、死をもって体重が、まあ、何グラムか軽くなったと、そのグラムは魂じゃないかっていう仮説になりますよね。そうですね。で仮説は仮説だけど、はい、じゃあそれが本当に魂かどうか、それはもう分からないものは分からないものにしていくっていうのが、まあ、武田先生のスタンスだということですね。いや僕はあの魂の重量なんて測ろうと思いませんよ。あ、思わない。だって重量のないものなんていくらでもあるんですから。重量のないもの、体重差を測定するっていうのは、ええ、現代の科学にとらわれてて、物は重さがあると思ってるからなんですよ。ああ、そうですよね、ええ、だって質量がどうしてあるのかということを一応仮説、現在仮説ですが、うん、僕はちょっと違うと思ってますが、仮説として物理学賞を取ったのが実に2014年ですからね、はい、初めて質量というものはもしかしたらこういうものでできてんじゃないかと、うん、質量というのは素粒子論では出てこないんですよ普通は、うん、だから2014年に重さがあるという状態はどういうものかっていうのの一つの考えが出てきたっていうだけなんですよ、はい、だから死体と生きてる時の重さを測ったらわずかに重量差があるからそれが魂だなんていうのは一体何っていう感じなんですよまあそういうふうに言ってもいいよっていう、まあ、そうですよね。そっか、まあ、科学的に言うとそういうことですね。そうですね。はい、わかりました。まあだけど、うん、今から1000年前って紫式部でしょ。はい。それから紫式部の時の知恵と現在の知恵とを比べると、例えば今の魂みたいなもんでものすごく進歩してるでしょ。新しい概念がいくらでも、はい、今から1万年後って考えたらさ、今考えてる僕らの考えがいかにボロいかってことは分かるわけですね。うん、僕らは通過点における知識しか持ってないんですよ。1万年生きたいけど1万年も生きると退屈だろうから、うん、100年ぐらいで死のうかという感じですよね。今日の虎の門じゃないですけどね、今のなんか医者たちももう俺は分かってるぐらいの勢いでね言ってますけどね。そうですよね。まあそういうところを見てくると何を分かってんだっていう感じがねしますよね。はい、わかりました。はい。